赤ランプ灯ってスタートしましたおっと6番マテンローブラボー首が下がったところで前扉が開きました後ろ離れています 5番の名将柏でコースタート5番の名将柏で先頭これを追って7番のアイアン・パシュート外9番ワンダージョイが2番手、3番手4番手、1番フラッシングそれから8番のピオニエーレが5番手1コーナーを目指していきますあとは2番バリエンテッシー4番アスター・エルビームその外に6番マテンローブラボー後方から2投目最後方3番のスカイ・ウィンザー6番のマテンローブラボー1コーナーでちょっと外に膨れるような仕草もありました1コーナーから2コーナーのカーブです 先頭5番の名将柏でリードが2馬身から2馬身半第2コーナーからバックストレッチ残り 1200m7 番アイアンパシュートが2番手です1馬身差1番フラッシング3番手その外を通って9番ワンダージョイが4番手バックストレッチ中ほどを通過していきますその後ろ1馬身半離れました8番のピオニエーで残り 1000m その外に6番のマテンローブラボーは先頭から8馬身ぐらいの位置です うち2番のバリエンティッシー、後方3投目、4番アスター・エルビーム、最高方3番スカイ・ウィンザー、800切りました、スタートしての 1000m は1分2秒9、坂を上り切って3コーナーのカーブ、下りに入ります。 先頭5番の名勝柏でリードが2馬身から2馬身半変わりません1番のフラッシング上がっていって600切りました坂を下って3コーナーから4コーナー3番手7番アイアンパシュート4番手8番ピオニエイレその後ろ6番マテンローブラウ五ー5番手から今3番手の外目まで上がろうとしています4コーナーのカーブに入ります5番の名勝柏でまだ楽な感じの手応えで4コーナーから直線その後ろ、ムチを振るって1番フラッシング2番手前を追ってくるその後ろは6馬身離れました8番のピオニ ピオニエーレ3番手そして6番のマテンローブラウォーが4番手残り 150m ぐらいで追い出しに入った5番、名勝柏でリード2馬身 100m2 番手1番フラッシングあとは8番ピオニエーレ3番手5番の名将柏で逃げ切りましたゴールイン2番手1番フラッシング3番手8番のピオニエーレ。